F-35 は、故障が多いという報道をよく聞くよな。それだけ最新鋭の戦闘機だからじゃない？まあ、そうっちゃそうなんだが、それ以外にもある理由があるんだぜ。一体どんな理由が？ということで今回は故障の多さは、最新鋭戦闘機の証？トラブル続出の F-35 問題に切り込む、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、F-35 のトラブル続出が世界に知れ渡った発端になったのは、2023年3月30日のブルームバーグの記事なんだ。ふむふむ。記事では、アメリカ空軍のマイケル・シュミット中将のコメントを引用する形で、アメリカ空軍の保有する F-35 のうち、半分近くが稼働していないと書かれているんだな。え？半分も？しかも、2023年2月の時点で、F-35 はアメリカ空軍に540機あるわけだ。540機？だが、その中で戦闘準備状態にあるのは、286機、53.1% となっているんだぜ。半数近くが稼働していないのとか、どういうことだってばよ？これはアメリカ空軍にとっては由々しき問題なのは確かだぜ。そもそも、アメリカ空軍では、F-35 の戦闘準備率を 65% と規定しているからな。65% でも少なく感じるのにね。そんなわけで、冒頭に登場したシュミット中将は1年以内に、あと 10% 引き上げたいとしているのが、無理はないわけだ。その通りだわ。そんな F-35 は、アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発した機体なんだぜ。エンジンを1機搭載し、1人乗りであり、第5世代ジェット戦闘機に分類されるステルス戦闘機なわけだ。しかも、F-35 は F-16 や FA-18 などの代替として開発された経緯があるんだぜ。確か、F-35 シリーズの基本形となっているのが、F-35A よね？その通りで、F-35A は通常離着陸タイプで、2006年12月15日に初飛行をし、2011年5月9日に納入が開始されているんだ。ほほう。その初期作戦能力は、2016年8月2日に獲得していて、当初の予定では、2016年12月までに獲得するとされていたから、少し早まったわけだぜ。つまり、有能ってことだわ。さて、F-35A はエンジンを1機のみ搭載しているわけだが、F-16 よりも、大型化しているんだな。その一方で、ユーロファイターや FA-18 などといった、双発機と同等以上の強力なエンジンを有しているのが、大きな特徴だぜ。それに、A 型固有の装備として、GAU-22A を搭載しているのよね？その通りだ。よく勉強しているな。さて、一方、垂直離着陸可能なタイプなのが F-35B なんだぜ。おお、F-35B 来た。これはアメリカ海兵隊が運用しているハリアー2の後継機として開発された機体なんだ。ふむふむ。そんな F-35B は、2008年7月11日に初飛行に成功しているんだぜ。そして、2015年7月31日に初期作戦能力を獲得し、作戦での運用も開始されているんだ。F-35B の特徴はどんなものなの？ F-35B の特徴は、エンジン後方にある排気ノズルにあるんだぜ。エンジン後方の排気ノズル？ああ。この排気ノズルを折り曲げて下方に向けることで、垂直離着陸を可能にしているんだぜ。やるなぁ、F-35B。さて、F-35 シリーズで唯一、艦載機型として開発されたのが、C 型だ。ふむふむ。そんな C 型は2010年6月8日に初飛行し、2019年2月28日から運用開始されている戦闘機なんだぜ。おお、出ましたねー。F-35 タイプ C。この F-35C は、アメリカ海軍で使われている FA-18AD の後継機として、開発されたんだ。そして、前述した通り、F-35C は艦載機として用いられているんだぜ。戦闘機なんて、どれも艦載機になるんじゃ？いや、艦載機は空母着艦時に低速での飛行を余儀なくされるため、安定性の確保が、不可欠なんだ。だから、どんな戦闘機でも艦載機として運用できるというわけではないんだぜ。なるほどね。そのため、F-35C は艦載機型として、安定性を強化したんだな。そんな F-35 を悩ませてきたのが、高額な機体価格だったんだ。F-35 シリーズはどれも高いからね。その通りで、先ほど紹介したように F-35 は F-16 などの戦闘機を、使用している各国に対して、代替機として提案された機体なわけだぜ。だから、開発当初は F-16 や FA-18 と同レベルの価格にするとしていたんだな。ふむふむ。しかし、蓋を開けてみると高額になり、アメリカ政府ですら開発元の、ロッキード・マーティンに苦言を呈する事態となっているというわけだぜ。まあ、最新鋭のステルス戦闘機だから、多少はね。
確かに、F-35 は最新のステルス戦闘機なので、ある程度高額な機体価格は、仕方がないと言えるだろう。しかし、当初の想定ではそこまで機体価格は高額に、ならないとされていたから、余計にアメリカ政府もピリついているわけだぜ。バイデン、ピリッピリですわ。そもそも、F-16 や FA-18 など、F-35 で置き換える機体の数は膨大なため、大量生産を行うことで機体価格を抑えられるとしてきたんだな。しかし、そうはならなかったと？ああ。その高額の原因となったのが、開発の遅延だったんだぜ。開発の遅延が原因なの？まあ、開発が終了しないと生産開始できないわけで、生産開始が遅れるたびに、開発費の回収ができなくなってしまうという悪循環に陥るんだな。ほほう。しかも、F-35 の開発はたびたび遅れを見せており、そのたびに開発費が高騰していったんだぜ。そういう理由だったのね。しかも、F-35 は新しいシステムを搭載しており、ソフトウェアは複雑になっているわけだ。なるほど、そうしたことが全て合わさって、コストの上昇を招いてしまったんだわ。おまけに、F-35 が高額なのは機体価格だけではないんだぜ。どういうことだってばよ？まず、ステルス性能を維持するための塗装やソフトウェアの、アップデートなど、機体を維持するためのコストも高額なわけだ。ふむふむ。さらに、コストが高騰してしまったために採用を諦める国や機体数を減らす国が、出てくる始末で、これもコストを上昇させる理由になったんだぜ。負のループだわ。さて、今回、稼働率が低くなった原因はエンジントラブルだそうで、2022年4月から、タービンブレードが劣化したために故障が頻発していたのが原因らしいんだ。トラブル多すぎー。そこで、この問題の解決のために、アメリカ空軍は予算を政府に、求めていたんだが、問題は続いているようなんだぜ。どうしてよ？理由はまだ不明なんだが、このエンジントラブルが原因でエンジンの故障が、相次いでいるとのことだから、どうしようもない負のループに突入中だな。この負のマグネループから抜け出せるのは、いつのことやら。マグネループは余計だが、F-35 はエンジン以外にも故障が相次いでいると指摘されているんだぜ。は？他にもあるの？実は、2022年7月には脱出のための射出座席の一部に不具合が発見されてしまっているんだ。マジ危ないんですけど？その通りで、この際は、飛行停止となるほどだったからな。ちょっと、F-35 の開発チーム、しっかりしてよ。まあ、F-35 の故障が大きな問題になるのは、F-35 の、機体だけでなく、生産体制にも起因しているんだぜ。生産体制？そもそも、F-35 は F-16 や FA-18 など、様々な種類の戦闘機を代替するために多国間で共同開発が行われてきたわけだ。そのため、部品なども各国のメーカーで生産されているんだぜ。そうなんだ？ああ。例えば、生産体制だけを見ても、世界各地で生産されているしな。そんな F-35 は、アメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県西春日井郡豊山町の、3カ所にある FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれる施設で組み立てが行われているんだぜ。FACO は、機体の生産整備を行うための施設だ。この最新鋭ステルス戦闘機 F-35 は、アメリカや日本、イギリスやイタリアなど、多くの国に配備されているだろ？そして、それを生産整備するための設備が、アメリカだけでなく、ヨーロッパや日本にもあるというわけなんだぜ。なるほどね。しかも、F-35 はアメリカだけではなく、イギリス、オランダ、イタリアなどが開発に参加している国際共同開発の戦闘機でもあるわけだ。そうか、国際共同開発なので、生産拠点も分散させる必要があるんだわ。その通りで分散させる必要ということもあるんだが、運用上の問題もあるんだぜ。運用上の問題？ああ。航空機は一定の飛行時間が経過すると、大規模なメンテナンスやオーバーホールが必要になるんだ。だが、大規模なメンテナンスやオーバーホールというものは、1日などの短期間で終わらないんだな。時間がかかるの？それも、数ヶ月単位の時間がかかることもざらなんだぜ。しかし、これを行わないと、戦闘機の信頼性が損なわれてしまうわけだ。加えて、F-35 では装備のアップグレードも積極的に行われていて、余計時間がかかるんだな。まさに、F-35 問題ですね。それに、2021年には早くもブロック4へのアップグレードが各国で、協議されたわけだ。だから、今後もこうしたアップグレードが行われることが、予想されており、F-35 は他の航空機よりも、整備拠点に戻す回数は多くなっていると見るべきなんだぜ。F-35 って、複雑だわ。しかも、FACO や MRO&U に持っていく間、その機体は使えなくなるだろ？そうよね。
となると、防空体制を維持するためにもできる限り早く整備を終了し、元の部隊に戻さなくてはいけないわけだ。つまり、整備を早く終了させるために、顧客の多い地域ごとに整備拠点を設けるというわけか。その通りで、近くに整備拠点があれば、それだけ輸送の日数を削減できるからな。また、拠点が多くなると、早く整備を行うことが可能にもなるんだぜ。そんな大量の機体の生産整備という、問題を解決するために、設けられたのが FACO 最終組み立て検査施設なんだ。FACO のおかげで、日本の空の安全が守られていると言っても過言ではないわね。そういうことだぜ。さて、先ほど紹介したように、FACO はイタリアのカーメリと、日本の、名古屋にある三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場に設けられているんだ。ふむふむ。そんな F35 の運用において、FACO 同様に欠かせないのが、国際整備拠点 MRO&U なんだぜ。なんそれ？この施設では、ステルスなどの性能維持や製造元しか触れることのできない部分の、メンテナンスや修理、オーバーホール、アップグレード作業を行うんだ。おお、もちろん、日本にも？あるぜ、MRO&U はアメリカ本国と、イタリア、日本、オーストラリアに設けられているからな。やったぜ、それで、日本のどこにあるのかしら？日本は、FACO と同じ三菱重工小牧南工場に設置されているんだ。だが、これらの施設だけでは、間に合わない場合のために、イギリス、オランダ、ノルウェーにも設ける予定なんだぜ。へぇ、でも、ヨーロッパ多くない？まあ、ヨーロッパに追加の施設を設ける理由はヨーロッパ諸国の運用数が多いためだな。なるほどね。そして、日本 FACO は、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場にあるわけで、ここでは2015年平成27年12月から航空自衛隊向けの製造を担当しているんだぜ。それじゃ、ここで F35 が完成するわけ？いやいや、この小牧南工場は一から製造するわけではないんだ。え？どういうこっちゃ？そもそも、ノースロップ・グラマン社やロッキード・マーティン社、BAE システムズ社から、F35 ライトニング2の機体各部、そして IHI 社石川島播磨重工からライセンス生産での、機関部がそれぞれ送られてくるので、そういった各部を組み立て製造するだけの工場なんだぜ。なんだか、ややこしいわね。確かにな、この IHI 社は、アメリカのプラット&ホイットニー社から、F35 専用エンジンである F135 のライセンス生産を担っていて、福島県相馬市と広島県呉市の工場で作った部品を東京の瑞穂工場で組み立てを行っているんだ。一箇所にまとめちゃえばいいのに。F35 は世界にまたがって生産が行われており、スペア部品も、海外から調達しなければならないから、そうはいかないんだぜ。つまり、この複雑な分業体制が稼働率低下を後押ししているのね。ああ。とはいえ、これは現代の戦闘機の宿命でもあるからな。開発費が高騰しているし、ハイテク化が進んだために、もはや、一つの国が全ての部品を賄えるような状況にはないんだわ。だから、部品調達も複数国にまたがるのが普通になっているんだぜ。しかも、F35 の場合には、国際共同開発ということもあり、この現象に拍車をかけていると言えるんだ。F35 の今後は各国にも影響を与えるしね。それに、もちろん日本も影響を受けるしな。つまり、稼働率を上げることももちろん必要だが、F35 が使えなくなった時も想定した防空体制を構築することが不可欠と言えるんだぜ。日本の防空体制に穴を開けないためにも、F35 問題は解決しないとだわ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。